いらっしゃいませ。ありがとうございました。あれ、東の兄貴に用すか。なら控え室だ。え、なんだよ、また面倒事か。羽村の頭がどこか知りたいんだけど。どっかに消えたっきりだ。じゃあおやっさんはどこだ。組の事務所に。そんなとこにはいねえよ。決まってんだろ。海藤さん、親父も頭と似たような立場だぜ。居場所が知れりゃ奨励会の的にされるかもしれねえんだ。その通りで、今安全なとこにいてもらってるはずです。ただ俺もそれがどこかまでは。それでもお前なら連絡くれば取れんだろう。俺らと会えるか聞いてみてくんねえか。わかりました。返事がもらえ次第連絡します。お前の携帯にかけりゃいいか。ああ、助かるよ。綾部のこと、星野君から聞いたぜ。モグラにはめられたらしいって。結局、何につけてもモグラが鍵なわけか。ああ、だからまずはそのモグラとつながってる羽村の頭だ。そこから攻める。地道にね。親父が頭の居場所を知ってりゃいいがな。まあ東からの連絡を待とう。出発するか。加減にしろや。行くぞ。うわ、しばらく寝とけっての。出発するか。
げえ、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。出発する。もしもし。松金組の東だ。ああ、おやさんどうだった、会えそうか。カムロキクノヤって料亭がある。町からちょっと外れた隠れ家だよ。そこにタクシーで行け。親父はもう行ってる。カムロキクノヤだな。あんまり親父を待たせんなよ。それでは出発いたします。親父、お見えになりました。ああ、どうぞお座りください。しばらくだな、ターボ。はっ、カイトは組やめて以来か。へい。おやさん、東から聞いただろうけど、俺らが聞きたいのは。その前に乾杯くらいしようじゃねえか。な？確かに。どうぞ。いい店だな、ここ。お前らと久の酒だからな。なあ、ターボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって？羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は？俺は知らねえ。あいつはそんなもんいちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。ああ、親父、いつの間にこんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら？あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。
だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんならしばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるならこの頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父、親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん。東、へい。腹くくれ。てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。
大したもんだなお前ら。これだけの極道相手に、それに比べて腐っちまったよ俺は。なあ、そうじゃねえかターボー。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、いい加減しつけんだよ、クソガキ。まだ終わってねえぞ。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。ええ、もう顔合わすたびにこれですわ。若いの、おめえ、カイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ。分かったような口聞いてんじゃねえ。わかるんだよ俺には。若い頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目でわかる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。さっきゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら、今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。絶望的に酒がまだ。お前らがモグラって呼んでるのは、ハムラが抱えてる殺し屋だ。殺し屋？ああ、ハムラは殺しが必要な時は決まって同じ人間を使ってるみてえだ。きっとそいつだろう。誰なんだそいつは。さあな、ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのにろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことは。ねえよ。モグラの顔を知ってんのは羽村だけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気か。ええ。だがもし羽村やモグラを追ったとこで、やつらも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したら
もう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。親さん、一つだけ言わせてもらえますか。なんだ。俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。羽村あっての松金組っていうのはやっぱり俺は。何度も言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組は羽村の仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。親さん、今までお世話になりました。結局羽村の居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。そうか。羽村あっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつっても羽村が実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組の門とやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ、多分羽村の居所も追える。つまり俺の言いたいことわかるか。盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって、あれだけ暴れちまったんだ、捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団張りの腕がいるな。ああ、なるほど。杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。